こんにちは、柴田です。今日はですね、Zoom の MS50G、こちらを使ってですね、この中の歪みエフェクターを鳴らしていきたいと思います。まあ、ブースターとかですね、まあ、オーバードライブ、ディストーション、ファーズ、まあ、メタル系のやつとかですね、まあ、同じフレーズを弾いて鳴らしていきたいなと思うんですが、使うギターはですね、こちらです。ストラト。これを使って今日は鳴らしていくので、まあ、ハムバッキングのギターとはまた違う感じになると思いますね。なのでストラトで鳴らした時にどんな音が鳴るかっていう風な感じの検証動画になります。まあ一通り弾いた後にですね、おすすめのベクターなんかをですね、ご紹介できたらと思います。アンプマイクロキューブでーす。まあ、設定はこんな感じで、今オフ状態ですね。で、ブースターオンにします。まあ、キラッとしますよね、キラッと。ちょっと寄りまーす。オフ。うん、いい感じですね。
ストラトの時のおすすめは、まずはですね、スイートドライブ、こちらですね。2つ目がこちら。といった感じですね。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。今回はですね、ストラトで弾いてるので、オーバードライブ系がやっぱりかっこいいなっていう感じがしましたね。まあ中でも個人的にはスイートドライブ。これがやっぱりこうパキッとするというかですね、こうストラトの良さをこう前に出してくれるなっていう感じで、弾いてて心地が良かったです。あともう一個はね、レッドクランチ。これですね。これまあマイルド系な感じなんですけれども、すごいふくよかな感じがして、個人的にはすごくおすすめだなと思いました。またですね、今度はハムバッキングのギターでやってみたいと思いますので、そちらをまたお楽しみにお待ちくださいませ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。